はい、夜に突入してしまいましたが、これがですね、18年間使い続けたエクスパンションバルブです。そう、一体ですね、エクスパンションバルブの何が詰まるかというのが見たくて分解してみたんですが、まずはこれですね。ちょっと黒いの分かりますかね。これ金属粉ですね。おそらく細かく削れたコンプレッサーの方から来るんでしょうね。このように少し黒くなって、これでもね、ちょっと掃除したんですが、高圧バルブの方の、高圧パイプの方のところはやっぱりかなりですね、こう金属粉が溜まっています。それからこれがですね、中にあるまた特殊なバルブが入ってますが、こう分かりますかね、こちらがですね、こちらが高圧、こちらが低圧ですね。ここニードルが入ってまして、でおそらくここで温度感知をして、このニードルが上下するんですけども、このニードルの中はどうなってるかっていうと、こういう玉になってるんですね。軸になんか玉がくっついてるもので、でこれちょっと黒い付着物がありますね。これでも掃除したんですけど、やはりですね、完全には取り切れませんが、これぐらいは残っても大丈夫かなって気がするんですけどね。で唯一高圧との、ここに高圧と低圧の分離するオーリングが入ってますので、もし壊れるとしたならば、このまあ詰まりももちろんそうなんですけども、このオーリングも原因の一つになるのではないかという気がいたします。でこのニードルをですね、押してるのがこのバネで、受けてるのがこちらですね。でここにこれ4ミリですねのヘキサでこの蓋をがしてあるんですね。ここで最後に、バルブのところにまた大きな蓋があるわけですね。でスナップリングが入って固定しているというような感じでした。なかなか精度よく作られているので、ね、もし掃除して生き返ってくれるんだったら、ちょっとねエバポレーターのとこからポコポコ音が出てたんですね。でこれ見てください。ここにここにですね、蛍光剤が漏れてる証拠がございます。こうやってね、こんな感じで、こちらがエバポレーター、あちらがエンジン側ですね。このエンジン側のところですね、こんな感じで漏れてたので、まあこの辺りが不調になった原因の一つとも考えられます。一応ですね、これは綺麗に洗ったつもりなんですけど、なかなかねパーツクリーナーではなかなか取れなくて、細かい金属粉なんでしょうねこれ。なかなか手強い汚れですが、この辺りでもうちょっと磨いて組み付けていきたいと思います。